こんにちは、皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。トライアスロン八尾監督チャンネル、八尾ちゃんです。今回はトライアスロンでパフォーマンスを劇的にアップさせるためのトレーニング、デュアスロンペースセット練習を紹介します。この練習はバイクとランを切り替えるトランジット直後のランニングのパフォーマンスを最大限に引き出すためのものです。もしレース中にランペースが急に落ちることがあるなら、このメニューがあなたを一歩前進させる鍵になるでしょう。では早速一緒に見ていきましょう。5秒前、はい、いきます。よーい、ゴッ。まず最初のランでは通常のレースペースより少しペースを落とし 2km を走ります。体感で 1km あたり約15秒ほどペースを落とし、その分フォームを意識して走りましょう。この2km を走る際、トランジットの動きや順番、バイクへのマウントラインの確認など、レース中に必要な戦術的な動きを頭に描きながら取り組むことがポイントです。最初のランからレースの流れをイメージし、効率的なトランジットを意識して進めましょう。トライアスロンも同様に焦らず力まず、スイムやバイクを冷静に進めることで、ラストのランまでスタミナとパフォーマンスを維持できます。リズムを大切にし、ペース配分をうまく行うことで、勝利に一歩近づくことができるでしょう。バイクパートでは安全第一を心がけ、適度な中強度の負荷で走りましょう。特にローテーション時には周りに配慮しながら丁寧かつ正確に行うことが重要です。折り返し地点ではスタッフの指示に従い安全にカーブを回るようにしましょう。また立ち上がりの際には集団から遅れないように立ち漕ぎで加速する方法や、加速後に後ろにつく技術をこのデュアスロンペースセット練習でしっかりと身につけてください。トランジット手前の降車ラインではスピードをしっかりコントロールし、安全に自転車から降りられる速度を身につけましょう。自転車をバイクラックまで運ぶ際にはトランジットの手順をイメージし、バイクをラックにかけた後、ヘルメットや他のギアがボックスにしっかり収まっているか確認します。その上でスムーズにシューズを履き、最速のトランジットを目指す練習を行いましょう。第2ランではバイクからランへのトランジットをスムーズに行い、そのリズムを維持して走ることが重要です。1キロという短い距離のため、前半500メートルでスピードに乗り、後半500メートルは全力に近いスピードで粘り、最後のスパートをかける高負荷練習として取り組みましょう。1セット終了後のリカバリーを経て、2セット目ではファーストランからレースを意識し、実践に近いスピードで行うことが重要です。この2セット目の練習が勝利を引き寄せる
高負荷トレーニングへとつながります。ラスト練習いきます。頑張ってください。よーいかっ。はい、デュアスロンペースセット練習の2セット目が始まりました。1セット目出た経験を生かし、さらにレベルアップを目指します。ファーストランではレースペースに近いスピードを意識して走りましょう。バイクでは地形や風向きに応じたペースのローテーションや折り返しでのコーナーリング、スムーズなトランジットを意識しましょう。その中で自分の戦術やアタックを試し、ローテーション時のペース変化やコーナーの立ち上がりなども工夫していきます。このような実践的な動きを通じてレースで活用できるスキルを磨いていきましょう。2セット目のセカンドランでは高負荷をかけた走りに挑戦します。トライアスロンのラスト1キロをイメージし、スピードを上げながら最後まで全力で走り切りましょう。特にラスト100メートルでは全力を尽くし、最大ペースでスパートをかけることが大切です。この高負荷の練習がトライアスロンのランニングを強化し、自己ベストや勝利につながる道を開くことになります。全力で取り組んで成果を実感しましょう。はい、今回のデュアスロンペースセット練習いかがでしたか。皆さんのトレーニングに少しでも役立てれば嬉しいです。もし新しい発見があればぜひグッドボタンを押してフィードバックとして教えてください。ご質問やコメントがあれば気楽に下のコメント欄に書いてくださいね。お答えするのを楽しみにしています。まだチャンネル登録をされていない方はぜひこの機会に登録をお願いします。次回もパフォーマンスをさらに高めるための情報をお届けしますので、また見に来てください。次の動画で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。それでは引き続きトライアスロンを楽しんで、そしてほんの少し頑張っていきましょう。ではまたお会いしましょう。